ング。こんにちは、みもです。かさです。よろしくお願いします。お願いします。今回は豪絶キャラの TFM をやっていきたいと思います。はい、もう豪絶がね、6週目終わりました。この前の何でしたっけ？光の DXX。DXX 終わってね、6週目終了したということで、まあ区切りもいいっていうことで豪絶の TFM をやっていこうかなと思います。はい。もう5月6週もやってますからね。長いですね。めちゃくちゃあります。まあこの機会にね、まあ強さ的なね、豪絶キャラのティアをつけてもいいんじゃないかなと、個人的には思いまして、今回やっていきたいと思います。まあ結構ね、感覚的につけていくところもあると思います。まあ俺が使ってるか使ってないかとかも含め、はい。まあ偏見も入っております。はい。まあ俺が思う、まあ強さティアっていう感じになっておりますので、よろしくお願いします。やっていきましょう。やっていきましょう。はい、まあ古いキャラはやっぱね、脅すとね、あんま強くないかなと思います。現環境でのやっぱ強さなんで、まあ、さっきも言ったけどね、6週もやってるんでね。6週す長いっす。何年ですか6週って。まあかなり長いです。わかりません。はいはい、そこら辺ちょっと調べてません、覚えてません。はい、だけどまあティア5からね、いこうかなと思います。はい、なのでまあシュリンガールとかね、あともうこの辺もいいんじゃないかな。これいいでしょ、もう2週目あたりまではさすがにねっていうね。いや、この辺はさすがにきつい。やっぱね、ゴーズだんだん強くなってます。間違いないっす。難しさも増してます。週を重ねるごとにね。まあそう考えると辛いんじゃないかなと思います。ただ情報修正とかも入ったやついるよね、こいつとか。ラウドラなんか謎に優遇されてるよね。ラウドラ好きなんですよ、運営さん。謎の情報修正。赤ちゃん大好き。赤ちゃん大好きです。なんで、優遇されてる感も否めない。はい。まあ、この辺もとも、あ、こいつもきついわ。レフィエムも、友情としてはね。まあ、アドゥブタとかね。この辺もいいんじゃないかな。まあ、一時代気づいたけどね。ああ、チップス強かったね。昔。あ、まあ、イデア、マーチ。マーチなんて、もう、ボーコこうやってるわけだからね。やめろ。まあ、そうなんだけど、そうなんだけど。ボーコをやるのやめてくんないかな。まあ以上ね、その次の豪絶とかの適性になってるからね。そうね、使うとこ自体はね、あるんですけどね。あった、うん、もうちょい頑張れって感じ。おお、ティアゴはパッと決まったんじゃない。まあまあまあ、こんなもんな気するね、確かに。ああ、力を呼ばずラインね。はい、じゃあティア4いきますか。いや、ティア1いこう、ここからは。オッケー、まあ上と下をね、決めるのね。わしが強いと思ってるキャラ、まあでも属性順でちょっといくね。非属性、いない。一番いないかな、非属性に。個人的に。はい。未属性。君強いね。ダウトさん。君強いね。ダウトじゃ、ダウトです。これもう。ダウトじゃありません。ダウトです。な、何ダウトです。ごめんなさい。頭がおかしくなりました。はい。まあ、ダウト強いんじゃないかなと思ってます。うん。まあ、水、うん。まあ、一旦以上。一旦以上で。はい。ダウトがちょっと抜けてるから。個人的に使いやすくて強い。うん、よく使う。今でも最高じゃない？上位の友情出てないしね。そうね、機械のね、1とかでも使いましたよね、ダウト。確か今来てるね。何でも困ったらなんかダウトです。ダウトですね。なんだろうな、やっぱ超スピードでできるのが偉いんだよね。そう、枠でやっぱ5ね、超スピードできるの少ないから。超スピードにできて、なおかつやっぱ友情が強いっていうのはね、豪絶キャラ大事なんじゃないですか。あとブロック大事よね。ブロック、いや、ブロック偉すぎ。ブロックいや、ブロック邪魔だもん、友情キャラの時に。うんうん、必須必須、ブロックはね。はい。まあ、ダウトは、はい、強いと思います。ドギー、貴族性。ティア1いるかな。いたわ。バカ。来ました。プレデビオルです。こいつはもうね、天魔に行けちゃって、天魔に行けるスペックだからやばいよね、いろいろと、みたいな。殴り含め友情も。なんで友情ブースト持ってんだろうね、この友情持ってて。超バランスだし。なんかいろいろ、ちょっと規格外というか。規格外、これは。まあ、なんかシリーズの、その後です、1回目だよね、プレデビオルって。最終の。なんかそんな気がする。そうだね、最初プレデビオル。まあ、ステージ自体はね、とか、エースとかに無双されてたけど。うん。だからやっぱ、ちゃんと難しくて、ステージ的にも。で、ちゃんと強いなっていう感じだよね。超前に持って殴りもやばくてね。うん。俺まず最初にだからうまくツンパーティーって考えるもん。あ、プレデビル詰めるんじゃねって。今回の控えでもそうだった。あれ、プレデビルいけねえかな、これって。うん。いけちゃうんだよ。いけちゃうんだ。
やっぱ強いっすね。はい、まあ、プレデビルは1にいてもいいんじゃない。はい、木、ほか、まあ1はいないかな。光属性いるか。まあ1はいないかなって感じするね。まあ一旦いないか、一旦ね。はい、闇強いね君強いね今でも強い。アンフェアさん、アンフェアタンは強いよやっぱりね。とりあえず友情で持ってく人が多いだろうね。降臨キャラでこれ持ってるのは偉いって、うん、普通に、まあ、長短でまあね、そのウォールボムに関してはウォールボムじゃないね、ウォールボムじゃなかったっけあれ、はい、まあマーキングミサイルか。いやマーキングミサイル長短のやっぱ組み合わせがいいっすね。そうね、なんか枠だけでやるとき、まあアンフェアでいいじゃんみたいなのがあるんだよな。やっぱ出番が多いっすね。やっぱ控えじゃなくて、まあ守護獣とかでもなんかちょくちょく出番ありますよね。守護獣やっぱ枠積むんだったらやっぱ豪絶キャラになってくるってきちゃうから、うん、力的にね、うん、まあ今でもアンフェア強いっすね、まあ、アンフェアの力で十分ってところがまだ多い。確かに確かに、このアンフェアの友情がダメってなってきちゃったらまたなんか落ちるかもね、うん、今でもアンフェアでいけちゃってるところが多いんで、ちゃんとティア1にいるとも、まあ殴ってもしっかり強いし、まあ近畿適正でもある29、うん、まあバフもかけられるっつうのもいいよね。確かにバフか、バフ持ってるんですよこいつ。バフの顔してないけどね、全然顔してないいやでもしっかりアンチテーゼじゃなくてアンフェアは強いと思うな。アンしか合ってないはい、で、はい、僕は闇いるかな。ムラクシャはね、スミダちゃんは、まあ、ベジテパラ強いんじゃない。てか強いっす、使ってるけど強いっす。なんかまあ次世代コピー運枠って感じするよね。そう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 、で、まあただのコピーだけじゃなくてやっぱ友情フィールドよね、これが乗ってきちゃうっていうのがね、いいところっすよね、ベジちゃんは。まあ 1.5 倍できると。そう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 、まあ、将来的限定でね、友情フィールド、友情ブースト言えるとかやついてくるんだよね。それはもうぶっ壊れですね。もうね、やばいよ、掛け算できちゃうよとかね。あと味方のやっぱり友情をね、コピーできて、コピーじゃない、フィールドで強化できて、まあ、フィールドの効果範囲も意外と広いんで、うん、そんな狭くはない、ちゃんと使える広さをしてるのって、まあ、手数がでも役に立ってくるところあると思うよ。まあちょっと足りない友情があっていうところにね。そうそうそう、これ友情フィールドあったら届くみたいなところも出てきてもおかしくないと思うから、まあそこは将来性になるからあんま評価してないんだけど、未来的にはありそうだなとかも思ってるし、まあいいキャラやなと思ってるよ。これでブロック持ってるっつうのも偉いね、ちゃんと。偉いね、ガチ偉い。はい、ちゃんと求めたものがついてる、いい豪絶キャラ、ベジテパラ、これティア1にいていいんじゃないと思いました。はい、じゃあティア2に行きますか。もうこれ順番にサマ、まあ友情はぶっちゃけ爆発持って自己完結砲撃型は偉いなと思う。うん、反射だけどね、十分というか使いやすい方だよね。使いやすいと思う。サマ愛好家がいるレベルだからね、現代は。そんな人たちいるんだ。いやほんと、いやサマっしょって、うんうん、この何がいいですかねって言ったら、いやサマっしょ、まあ、どこでもサマって一緒ね。そうそうそう、どこでもサマさんがいるんで、まあ、そんぐらいまあ、うん、強くて使いやすいってことか。そうそうそう、だからかなり人気高いと思ってる世の中的にも、うんうん、まあ、ただ反射っていうね。まあまあまあ、あとSSは強いかな、短縮してくれる半分、これ強いですね。これ強い、でまあ短チャージ持ってるのも上手くとしてもいいんじゃない。確かに、うん、まあ、使いやすさ、まあ、強さかなり高いと思ってるのって2かな。はい、でまあ、なんか水から言っちゃったけど、俺結構仮目強いかなと思って。まあさすがに最新シリーズだけあってスペックはあるかな。スペックはある、まあ、天魔地いける性の反射枠としてね、はい、まあ、ベストではないですけどね、しっかりいけるっていうバランス型で、弱点長弾これ強いよ、威力がしっかり出る無属性ですけど、まあ、これがね刺さるところだったらマジで扱いやすい。でハビ、ハビゼル強いよね、普通。ハビゼルもいいね。マフ使えるしさ、てか普通にエナジーボット当たりは強いし。そうなんだよ。エナジーボット強いよね。うん。普通に。はい、最近だったらそのキリンジルもついた。うん。そしてまあ天馬適正でもある。そこともでかいかな。今回の強さ的にはね。うん。クエスト的には、まあ、結構難しめではあるんですけど。うん。すげえいいキャラだなと思いますね、このハービゼルに関しては。うん。じゃあ、木属性。
火属性なんかもう火属性って言ったらもうねやっぱプレデビのイメージが強すぎてプレデビ使っちゃうから他使わなくなっちゃったんだよな。あーまあそう、その現象起きるでしょ、まあ、強すぎるよねやっぱ他と比べても。そう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 、まあ一旦まあこんなんかだったら期待ちゃうのはカブシリアかな、バンドチャージ。うんうんうん、別の役割が確実になるから、ね、そう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 、バンドチャージは強いなと思うけど、これちょっと一旦なしにして光属性に行きますか。光属性ディクエクス強いかな、これもやっぱ最新最新バランス超マイエム天魔四適性リンク対応的に、うんうん、これがいいっすね。 SS もなんか威力4倍とかもらってるんで1段目から4倍もらってるの強いよね。確かに強い、うん、これかなりディクエクスいいキャラだと思いますけどね。友情に関しては一応火力は出るんですけど攻撃ダウンボムがさ投げるの遅い。ああ、ボムスローより遅い。すごい遅いマジで。じゃあもちろんラピッドよりはもう全然だ。もうカス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 、もうなんかもう飛ばしていこうウィーンって、次投げるまでなんかもう止まってるよってもう止まってるから一発しか投げみたいなことが、いや相当スピードないと2発目投げれない、うんうんうん、あと範囲が狭いかなで誘発もしない。はい、彼友情キャラ強いよりは殴りキャラとしてやっぱ強いなっていうイメージで、一応その代わりダウンして威力も高くはなってるんだっけ、うん、もともとのボムスローより全然威力高い。威力は高い、威力おかしいもんこれふえって、うん、100万出なくて当たりにくいと。そうこれだから一回ここまで入るちょっと投げてあのバッティングマシーンやクソ遅いバッティングマシーンみたいなのだからすごい遅いんで友情期待しない方がいいと。だけど殴りはちゃんと強いかな、まあ、超バランスして超マインスイーパーで殴れるキャラっていう感じかな。まあ超マインスイーパー M がね、まあ、普通に強いと思うんで、うんうんうん、まあそれで友情強いのがプレデビルなんですけどね。やばいね。そうね、うん、いやこう見るとやっぱ最新シリーズはなかなかスペックはいいですね。ちゃんと強い、ちゃんと強いね、うん、ちゃんと強いと思いますね。はい、まあそんなとこかな。まあ仮なんでね、一旦かな。はい、仮でティア4からいこうかな。ティア3からいこうかな、上位から。はい、うん、だからディビジョンはやっぱちょくちょく使うなってイメージですね。謎に使うよね、謎に使う、わけわかんないけど、なんかギミック対応とかやっぱ偉いんだろうね。で使うんだろうね、ほんと。いや結構殴り強いしみたいな。そう、殴り弱点キャラも偉いしな、うん、友情もなんか偉い、友情強いよ、友情も強いやっぱ、うん、謎に使うんだよ、不思議、謎キャラハサミさん。はい、アビリメーションもそうだ、ちょくちょく上げてきてもらう、あちゃんもらってる。確かに確かに、まあ、今回の機械でも使った人いると思うし、なんならセーラーも言ってる人もいるだろうね、アビリメーションなんか便利キャラとして使われてるイメージだね。なんか、まあ、友情も悪くないし、ラウンドバーストこれ強い、うん、入るところにはほんと強いから、うん、なんでティア3ぐらいに行ってもいいかなと思いますね。うん、貴族性、貴族性判断難しいね。まあ、でもしっかりコピー持ってるし、この辺にいてもいいのかなと思います、セレナーで。うんうんうん。まあ、これも俺的には一時代を築いたキャラ。一時代、トレーノバセレナーでね。そう、めっちゃ使ってた。あ、一時期。とりあえず、なんだっけ、あの、トレノバの友情。グロスピア。グロスピアコピーしとけっていうね。そう。これは時代を築きましたよ。強かった。まあ、でも全然そういうのが出てきたら、まだあるもんね。まあ、復権という意味があるかもしれない。ベジテバラスから言うと、そう、どっちかというとそっちに行くと思うんだよ、でも言うて、言うてね、さらに 1.5 するかんだよ。そう、非常ヒルトでさすがに強いよね。で、ベジテバラね、期待、期待やね、ベジテバラ、うん、はい、セミナーではなんか昔やっぱ強かったね。まあでも、安定して強いだろうね、ずっと、うん、はい、だからそう、さっきのバンドチャージはもうこの辺でいいかなと思うね。他のキャラとやっぱり相対評価しちゃうと、まあ、希少だけどね、ほんとそれぐらいだからな、言うて。そう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 、まあでもちゃんとね、砲撃型でね、こいつも頑張れば天馬に行けるもんね、カブシリアは。うん、ほうほう、なるほど。頑張って回せるじゃん、うん、頑張れば、頑張ればね。今だったらさ、ミューズと合わせたらさ回せそうじゃない。あ、ミューズとなら絶対回せる。うん、まあ結構尖った使い方になっちゃうけど、ね、やっぱバウンドチャージで強いんだよね。うん、そうね。で、アビリティ対応も偉いっていう意味で言うと、まあ、カブシリアまあ2か3にはいるかなっていう感じだけど、まあ一旦3に置いとこうっていう感じにしとこうかな。はい、エリミネーターとかもいいイメージあるけどね。
うーん、今ちょっとな貫通するんよな、こいつの友情も今の時代全的ね、分裂はもう貫通する時代になっちゃったんですよね。なんかね、いいイメージあんだけど、やっぱ使う使わないだとあんま使わないイメージはあるんだよね。もうあんま使わなくなっちゃった、うん、そう、それなんよね。だけどちゃんとバランス型でこの友情も殴りも活かせるっていう。だから近畿の30とかでもね、使われた時あるんじゃないですか。なんかあったね、そういえば。そうそうそう、ギミックはね、完全対応なんですよね、あれやまでも、うんうん、それでね、エリミネーターで集める系が良かったですね。8段でも忘れる、はい、エリミネーターはもう惜しい、惜しい、まあ、惜しいけど、意外とここいてもいいかもね。まあまあ、一旦なんで、うん、とりあえずいるとこ。バランス型は評価したいな、やっぱり、ね、はい、光属性ラウトラ、ラウトラ情報修正頑張ったよね。うん、だって一人だけなんかやっぱ2世代ぐらい上行ったよ。他のキャラより。だってキラーとかさ、なんかいろいろ都合のいいことになってさ、うん、強化されたんだよね。なんか1周目のキャラみんななんかある程度情報修正してあげればいいのにね、うん、せっかくだから。なんかされたキャラいたと思う。なんかラウトラほどのされ方はしてない、してないイメージ。この前のだって情報修正なんかラウトラ強くなったなって思ったもんね。なんか思った思った、はい、ラウトラもうちゃんとなんなら新シブレ、まあ、これにやるなら強いんじゃない、うんうん、とかね、はい、ラウドラいいキャラ、まあ、相変わらずいいキャラっていう感じかな、まあ、クシャンティはスペック的にはいいかもしれない、キラーを持ってて、まあ、友情もそこそこっていう意味では。いや、ほんと使わねえんだよな本当いや、ほんと使わないなんでだろうね、クシャン、いや、ね、光のこの枠、だから、ね、ゴゼツ使わないんだよ。なんか使わないイメージがすごいある。うん、まあね、性能的には確かにって感じ。性能的に比べちゃうとそうでしょ、うんうん、あるでしょ。まあこう普段使いするってなったらこことかね。うんうん、まあそうだけどね。でも俺イグノーの友情ね、満足してないんだよね。うん、なんだっけ、あのパラパラソリッドバリとソリッドバリと攻撃のね、だからイグアンとか流行ったけどね。確かに、イグアンペア聞いたことあるわ。うん、はい、まあ俺は使ってなかったですね、イグアン。でも内部でこのソリッドを出すっていうあれだよね。うんうん、だから運枠読んで常に周回してる人はかなり使ったかも。なるほど、まあ、でも今の時代だときついんじゃない。で、ムラクシャはね、結構悩むところですね。まあ、全的砲撃型で、睡眠弾は邪魔だけど、まあ、ワンポイントで SS でワンパンステージによって狙えたりする。うんうん。あと、こいつかなりのちゃんとしたデバフ性能持ってるんですよね、SS で。ああ、あるね、それは。あれ、1.8 と思ってるでしょ。かなりのデバフ。普通に強いんだよね、デバフ。なんかワンパンして遊びたいとかで、なんか持ってったような気がするわ。あ、そうそうそう、だからそういうパーツとしても使えて面白くて、プラスで友情強いだから、かなりいいかな。まあ一応テンマ10いける、うん、ライン的には。攻撃力的には無理だけど。できること多いですね、そうそうそう、できることは多い、ムラクシャ。うん。これぐらいにはいていいんじゃないかなとは思うよね。アリアとかも、その、アンフェア適性とか考えると結構高いんじゃないかなと思うね。おぉ。殴りやっぱ強い。超バランスで、やっぱアンフェアでの印象がすごい強いね。そう、あのね、当時だけど、ガチャキャラより強かったんだよね。なぜか4にしてガチガチにすれば、ね、そうガチガチにすれば意味がわからん意味がわからん、普通に。まあそんぐらいね、力のあるキャラ、うん、今でもまあそこそこ殴れるし悪くはないって感じだけど、まあね、リクエクスがなんかちょっと上位っぽいよね、普通に超マインのゲームで。まあなんか上位互換感は強いだね、うん、あと友情が強いかな、アリアは。情報光属性さ、リレーションとホミング、うんうん、これで連れてってたパターンあった。リレーションが安定しないけど強いんだよな、たまに。うん、強い。あれで俺最初の方グリフォンの超絶に連れてさ、友情も殴りも強いから。ギミックはね、そのダメよっていう面はね対応してないけど、うんうん、偉かった。まあ別に今使わなくてもいいけど、うん、そんな感じ。あとまあうんうんうん、こんな感じにしとこうかな一旦。まあ昔は強かったなってタイプだね、その辺は。そうだね、まあ、ノクターンとかマジで強かったけどね。強かったね。ディビジョンやばかったじゃん、ノクターンで。あんな動ける SS がね、枠で使えるんだって。だって俺もう、え、ノクターンいるから別にディビジョンのキャラ何もいらねえわと思ったの、うん、だからアンフェアのアリアパターンよね。はいはいはい、ノクターンだって SS よく走れよくないですか。まあ、かなり強かったね、ノクターンマジ強かった。だけど今はなんかね、いろんなキャラいけすぎて、ディビジョンは。うん、まあ、そこまで評価しなくていいかなっていう感じかな。でも強い強い強い、まあ、どれも強い。コンプレックスもだって1時間時代気づいてたし、アンチセイゼも1時代気づいてたし。そうね、ちゃんと強いね、この辺は。ちゃんと強い。まあでもだから採用あんまさないね、
まあ正直あんまさないからもうこの辺こうでいい気がしてきた。わかる。このなんかそれなんか、まあ、似たような評価だよ言うてね。言うて似たような評価だよ。ロクターとかとね。うん。ならその中でも特徴あるやつあげた方がよくねみたいな感じになってくるよね。だからエリミとかもだから今独立しなくていいかもね。確かに。うん。なら一ゲー持ってる方がまだっていう感じ。そうそうそう。一ゲー持ってなんかもうちょいちょい使うよねっていう個人的印象のやつ。だから今のティアさん今落としたの外して今作ったんですけど、こいつらはなんかディナマでも出番あれば使うかなっていう感じがするね。4のやつはなんか、うん、なんかあんま使わなそう。ワンチャンクシャンティーぐらい。クシャン。でもクシャンティーなんか使わねえんだよな。いやー、なんでだろう、理由わかんない。ちゃんとスペックあるのにね。そう、スペックあるんだけどね。うん。なんかオレンジバレットなんか調教だからかな。最近超絶出たから。もう上位互換あるからかもね。あと、うん、まあそんなもんかな。まあでもこれいい感じにまとまり見せたんじゃないこれ。うん。なんか、まあ悪くなさそう。こんなもんかな。いや、俺の印象的にはこうだな、ティア。オッケー、じゃあ、決定、これ。はい、ということで、ゴーゼスティア決まりました。まあ、こんな感じになりました。まあ、今考えて、ね、つけたんですけど。やっぱイメージとして、やっぱダウトアンフェアは偉いですねって感じはする。ずっと。長すぎ。長すぎ。まあ、アンフェア、実はあんま使わなくなってるって人ももしかしたらいるかもだけどね。まあ最前日記に比べると多少は減ってるだろうね、うん、でもなんか動画とかやってるとさなんかうまく編成考えてたらあやっぱアンフェアかアンフェアいけるわってなるんだよねいつも、うんうん、なんやかんやだから今の時代でもなんか強いよねそうね、うん、で便利キャラよ合わせてやっぱ最新ゴーデスたちはちゃんと強いって感じだね強えねーまあ特にこのカルニベハービセルビクエクスベジテパラ、うん、最新シリーズああプレティビューも全部そうかそうだから最新シリーズはちゃんと入ってきて2以上に入ってるね強やっぱ天馬いけるスペックにしてるのがでかいのかねああそれはあるかもねしかしたら、まあ、俺の評価基準的には、まあ、天馬いけちゃうからいろんなところでも強いよねっていうそうね感じだろう ね、 うねはい、まあ、まあこんな感じになりました、まあ、皆さんもぜひコメントお待ちしておりますいやオラル1万だろうそれはもうなんかすごい考えを持ってるそうだね深い考え深い考えをそうなんかいろんなねみんなの意見も聞かせてくださいかなり、まあ、割れそうな気もするキャラもいると思うんで、うん、はいまあてな感じで僕たちはこうなりました楽しかったですねはい、はい、また半年に1回いや何週間したらまあ後日はねちょっとまあ秋かも ね、 あんまね期間、まあ、3ヶ月に1回ぐらいだもんね後日ねそうねそれで1個ずつなんで、まあ、またしばらくしてたまったらまとめてやりたいかなっていう感じかな。はい、という感じで今回は以上です。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ。